クマサボン。あ、お地蔵さん。ここちゃんお地蔵さんだよ。お地蔵さん。めっちゃ早いやん。めっちゃ歩いてるやん。はいはい。めっちゃ楽しそう。こうちゃん、こうちゃんそれ人力車や。あかんか。はい、行くよ。行くよ。テンション上がってるわ。嵐山楽しい。嵐山楽しいで。どう？大きい川あるね、ここちゃん。ほらほら、二子玉川ちゃうで。嵐山の川やで。着いたの12時くらいかな。12時ぐらい。2時半で、2時間半でえらい人が倍ぐらい、倍とは言わんか。
なって。増えたね。増えたよね。なので、まあ、午前中に行くことをおすすめしますね。ほぼやっぱ午前中がいいね。そうやな。オフシーズンの平日ですらこの人混みなんで、もうね、休日はやばいと思う。オフシーズンのあれも大学生とか休んやろ。あ、そういうことか。学生さん、京都学生多いから。あー、なるほどな。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。嵐山は私が学生の頃パパと時々遊んだ場所です。ボートに乗ったり、すんごい変な味のアイス食べたりとかしましたけど、いつかまた天龍寺に行きたいですね。ライトアップや紅葉が実に見事なので、お近くの方はぜひ。じゃあまた。